朝日のハードリーのプラカード持ってる人いなかった。入っちゃった。てか私が言っていいのか。入っちゃった。せっかくプラカード持ってる人いたのに。朝日の当たる家という映画をですね、ただいま渋谷のアップリンクという映画館でやってます。今んとこ何日までなの？18。10月18だったんだけど、10月いっぱいになるから、うまくいくと、年代に行く。ということで、どういう映画かというとですね、福井市の実行とその影響、福島の皆さんに起こった悲劇をベースにしてですね、ほとんど起きたこと事実を、時系列も同じで、それが第2の原発事故が、静岡県の湖西市というところで起きてしまう、架空の原発、山岡原発、これがどうしても浜岡原発なんですが、そこが地震によって、放射能が漏れてしまうんです。それによってある家族がある家族とかその近所の人なんかがですね、大変な目に遭ってしまうというそういうお話です。でこの映画を作った太田貴文さんという方がですね、私なんか自分の話をするとドラムを叩いているんですね、講義で。なぜかというと自分はドラマーでして。で自分にはこういうドラムを叩くことで声を上げたりとかですね、声を上げる人のお手伝いができる、でそう思って自分はやってるわけです。で太田貴文監督っていうのもやはりですね、官邸前ですとかこの国ヶ関の講義に足を運んで、そこで自分にできるそのアピールということを考えて、それでこの映画を撮られたそうです。なので、太田監督は私たちと同じ仲間なんです。でこの映画のいいところっていうのはそうですね、あんまり言うとネタバレになっちゃうんであれなんですけれども、私なんか皆さんもそうだと思うんですけれども、ここに集まってる人っていうのは原発がどんなに危ないか、福島の人たちがどんな大変な目に遭ってるかっていうのは比較的知っている方だと思います。世の中には知らない人の方がたくさんいるんで。でその映画を見ると、あ、次こういうことが起こるんだな、きっとこうなってしまうんだなっていうのがだんだん分かるんですけれども、それでもですねやっぱり引きずり込まれてですね、ものすごくなんていうのかな、役者さんの演技のすごさっていうのもあって、もうぐいぐい引き込まれてですね、本当にリアルにどんなにその事故が恐ろしいことか、どんな悲しいことが起きてしまうのかっていうのが本当にひしひしとリアルに感じられる、そういう映画です。なので私も泣いてしまいましたし、結構ここに見に行った人何人かいるんですけども、みんな泣いてしまいました。でみんな泣きに行けって言ってるわけじゃないんですよ。これ、ね、何がいいそうですね、浜岡じゃ山岡原発からこの湖西市っていうのは60キロ離れているんですけれども、60キロ離れてたところでもそれぐらい大変なことになってしまう。日本に54基原発があって、日本のどこに住んでいても、近くの原発に何かがあれば影響を受けない人の方が少ないということです。だからその映画の中の家族に起こることっていうのは日本に住んでいる誰にとっても他人事ではないんです。であと現実に今福島の人たち何万人もの人が家に帰れなくてですね、ずっと帰ることができないかもしれません。そういう悲劇が今も起こっている、そういうことをですね本当になんとかリアルに思い起こさせてくれる映画です。でそうですねいろんなエピソードが本当に織り込まれています。でかなり調査をされて、本当にいろんなエピソードがちょこっとしか出てこないものがあるんですけれども、皆さん見ればですね本当に思い当たることがいっぱいあると思います。で何がいいかというと、だから私たちが見てもまた新たな発見する部分があるし、あと事故の影響、今どうなってるのかとか、福島の人に何が起こったのかっていうのをあまり知らない人に見ていただいてもですね、素直になんていうか、もうこんなひどい話はいいよっていうか、そういうふうにですね、もう分かりやすく本当に訴えることができる、そういうなんていうのかな、太田監督も言ってましたけれども、入門編として本当に素晴らしい教材だと思うんですね。入門って言ったらあれだけど、だからあんまり詳しくない人にもですね、本当に分かりやすい映画です。なのでぜひですね足を運ばれた方は会、人が増えればですね、上映期間が延長になって、また人が見られる機会が増えます。この映画の DVD 化ができないそうなんですね。上映するのも大変だったんです。なぜかというと、原発を扱っているということで、もうそれでスポンサーがつかないで、上映は困るよということで、それで市民の、署名じゃないの、デジタル署名か投票か、そんなもので、やっと上映にこぎつけた映画です。それで全国でいろいろ上映してくださる映画館がどんどん増えているところです。なので、ぜひですね、みんなで応援して、もう行った人はもう一回見に行く、お友達を連れて見に行くとか、こういうことがあったんだよって知ってほしい人を連れて見に行くとか、そういうふうにですね、なんとか広げていければなと思います。本当に周知という意味ではですね、素晴らしいことだと思います。DVD 化はありませんので、DVD も作ってもらえないということになって、ただ、自主上映というよりは、なるべく自主上映するんではなくて、流通に乗せてですね、でそこで原発というか、原発事故っていうのはこんなに大変なんだよ、こんなに怖いんだよっていうのを、一つ知らせたいっていう、そういう作品の話もこの間伺いました。なので、ぜひ皆さん、劇場に足を運んで、応援よろしくお願いします。